リトルネロ形式は西洋音楽の楽曲形式の一つ。バロック時代の競争曲に多く見られた形式で、リトルネロと呼ばれる主題を何度も挟みながら進行する。ロンド形式と類似しているが、ロンドの場合にロンド主題が毎回同じ調でそうされるのに対し、リトルネロ形式では楽曲の最初と最後以外は主張以外の調でそうされる。 また、競争曲では、リトルネッロを全合奏で、リトルネッロに挟まれた部分を、独奏楽器が奏する。リトルネロ形式は、アントニオ・ビバルディの競争曲、春などに、特徴的で、初期の、調和の霊感作品さんでもすでに多用されている。ただし、ビバルディが、リトルネッロ形式の発明者というわけではなく、それ以前にトレッリア、アルビカストロが、 リトルネロ形式を使用している。初期のリトルネッロは短いものだったが、最も発達したリトルネッロは主張に2種類、関係帳1種類、遠隔帳1種類の4種類を使用するようになった。バロック時代以降も、ベートーベンの時代まで、競争曲の第1楽章に、リトルネロ形式が使われ続けた。古典派音楽の競争曲の第1楽章は、定時部、展開部、 再現部の3部分から構成されるそなた形式と解釈されることが多いが、通常のそなた形式とは異なっている。実際には、還元学の前奏による、定時部の一度目、定時部の終わりの前奏、楽章の終わりの前奏が、リトルネッロで、その間に独奏を主体とした部分が挟まれた形式ともみなされる。競争曲をもとにした音楽でもリトルネッロ形式は、 使われる。例えば、バッハのカンタータの多くは、リトルネロ形式で、合唱が、独創楽器の役割を果たす。リトルネッロという言葉は、イタリア語で、復帰を意味する。リトルノに、指正字のついた形で、繰り返しを意味する。音楽用語としては3つの修行からなるミニ用で、第1行と第3行が因を踏むものを指すのが、最も古い。 14世紀のマドリガーレの死の最後の2行のことも、リトルネッロと呼んだ。17世紀に入ると、声楽曲、特に、アリアの前奏、感奏、後奏の気楽部を指すようになったが、リトルネッロの部分は、毎回同じではなく、転調するなど何らかの変形を伴うようになっていった。18世紀初めにこの形式の声楽部分を、ソロ楽器に置き換えることによって、 競争局のリトルネロ形式が成立した。ありがとうございます。